豊島村。豊島村は、鹿児島県、東、ナ海上のトラツ、都から列島各島を行政区域とする村である。村の北限は、北緯30度の口の島、南限は、北緯29度にある。現在の豊島村は1947年、昭和22年に、北緯30度以南が、アメリカ合衆国の統治下となったのに伴い、 アメリカ合衆国の統治機構下の豊島村となり、1952年、昭和27年に、アメリカ合衆国から北緯9度以北の行政権が、日本国に返還された際に、に基づき北緯30度以南、口の島を含む、北緯29度以北の区域に新たに設置された、地方自治法による自治体である。豊島村、初代は1952年。 昭和27年に鹿児島建国寺により口の島を除く北緯30度以北の区域に変更され同時に三島村に名称を変更している村役場は1956年から鹿児島市にあるこれは国や県に対応する業務が多く役場が島内にあると交通費などがかさむためである中心となる島は中野島でその他には口の島 平島、諏訪の瀬島、悪石島、昌宝島、宝島が友人島である。豊島村は、最北の口の島から、最南の横辺り島までの距離は、直線で約160キロメートルで、日本一長い村としても知られる。各島には、平家の落ちう伝説が語り継がれている。豊かな自然と独自の文化、天然の温泉は人々を魅了し、年間を通して、 ダイバーや釣り人、観光客が絶えない。なお、七つの友人島とガジャ島の合計八つは、大技として用いられている。鹿児島県天海地方として、南日本気候である。暖流である黒潮の本流から少し離れているため、冬場は稀に氷点下になることがある。日照時間が短く、日本で最も日照時間が短い地域の一つである。豊島村は、 名前の通り十島の友人島からなる村であった。現在の豊島村である口の島、中野島、平島、諏訪の瀬島、悪石島、宝島商法島、小宝島は宝島の一部とされていた、ガジャ島。現在は、無人島の下七島と現在の三島村である、竹島、伊王島、黒島の上三島が1908年4月1日。 当初町村制制度施行に伴って実当村として発足した。この頃は村役場は中野島に置かれており、所属する軍は大島軍1897年に川弁軍から大島軍へ変更であった。しかし、太平洋戦争の敗戦により、連合国最高司令官によって出された覚書、スキャッピン677によって、 1946年2月2日以降、島内に北緯30度線が通る口の島を含む北緯30度以南がアメリカの占い下に置かれたため、現在の豊島村地域と三島村地域は分断されることになる。役場を失った上三島は仮の豊島村役場を鹿児島市に設置した。 過失党島のみとなったアメリカ合衆国統治下の、豊島村は大日本帝国政府及び、鹿児島県の行政権を継承した大島市長。同年10月からは、臨時北部南西諸島成長。1950年8月からは、奄美群島政府を通じて、アメリカ合衆国の統治を受けた。1951年、昭和26年12月5日に連合国最高 司令官によって出された覚書、スキャッピン677-1により、北緯29度以北のトカラ列島の区域について、日本の政治上、行政上の権利を回復し、1952年2月4日に、下7島が日本へ復帰したもののすでに上3島の行政機構は完成されており、それにもともと別の市群がある種ヶ島、薬島をまたいでの行政運営には、無理があった。 豊島村の本土復帰にあたって、日本国政府が交付したポツダム命令である昭和26年政令第380号、後に鹿児島県大島郡豊島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令へ、改めが1951年12月21日に即日施行された。同政令の第1項の規定により、 当分の間政令で特別の定めをする者を除き、従前と島村の区域に適用されていた法令のみを適用する者と定められ、これらの法令の実施上、従前琉球諸島面政府またはその会期間に属していた権限については、政令で定める者及び国会、裁判所の権限にある者を除き、鹿児島県知事が行う者と定められた。また、 同政令の規定により暫定措置として、公職選挙法、学校教育法等の法令が、同政令を根拠として交付される政令の規定により、段階的に適用されることとなった。また、豊島村の区域に適用されていなかった、地方自治法については、が2月10日に施行されたことにより、同政令第1項の規定に基づき、地方自治法が適用され、 下七等の区域をもって、豊島村が設置された。これにより、自動的に、上、三島と下七等が分存された結果となった。豊島村の設置根拠となる、同政令第一項の条文が、以下の通りである。同時に、豊島村、初代、地方自治法による、自治体は、により、それまでの下七等を含む村域から口の島を除く。 北緯三十度以北に境界が変更され、同日施向のによって、村名を、都島村から、三島村改称した。1952年、昭和27年4月1日には、昭和26年12月5日、不連合国際公司令官を覚え書き、若干の外各地域の日本からの政治上及び、行政上の分離に関する件に伴う鹿児島県。 大島軍と島村に関する提訴地に関する政令によって当分の間政令で特別の定めをするものを除き従前の法令を適用すると定められていたがの施行により一部の法令を除き全ての法令が適用されることとなったかつては人口が100人を超え戦前はカツオ漁などにより他の島に比べ繁栄を誇っていたガジャ島であったが 急峻な地形で大規模な築校ができないなどの理由から徐々に衰退。米軍統治下に入った戦後の一時期こそ活況を見せたが、それも長くは続かなかった。やがて、党内で完結した自給自足の自然経済から貨幣経済への移行が迫られたこと、本土復帰を経て、昭和30から40年代の集団就職、等による人口減などの問題。 さらに週一回の定期航路さえ、大しけのために欠航が続き、しばしば基金騒ぎが起きたことなど、島での生活を維持していくことが困難になった。1970年、昭和45年7月28日、全島民が、鹿児島市等への集団移住を余儀なくされた。なお、この頃の人口は7世帯28人、1970年、 昭和45年1月調査時点にまで減少しており、最後の日は4世界16人であった。豊島村役場は、行政運営の効率向上や、全島の平等性等を理由に、1956年4月1日に、中野島から鹿児島市へ正式に移転された。だが、三島村と同様、役場職員の多くが村内に住所を持たないため村長選や、 議会選の選挙権がなく、また税が村に入らないなどの問題がありかつ、近年課客フェリーが能力を向上させたことから、再び役場を行政区内、中野島に限らずに移転させる話が浮上しどの島が、良いアンケート調査も行われたが、その後進展していない。1973年4月1日、軍の所属が大島軍から鹿児島軍へ変更される。2006年、 豊島村役場は周辺自体において工作船に乗った武装グループがトカラ列島に来襲すると想定し中野島において国民保護法に基づく島外への避難訓練を実施した2009年7月22日の日食を観測できた場所であり最も長く観測できるのは悪石島だったため観光客が殺到した豊島村は 旅行会社に委託したツアー客以外の入党を制限していたが、ツアー以外の上陸者も後を絶たなかった。だが、回帰日食当日の天候は、暴風雨と大荒れになり、日食の観測はできなかったという。指定金融機関は、グリーン、鹿児島農業共同組合、2018年3月1日より、鹿児島未来農業共同組合だが、損益に拠点はなく、 鹿児島市の村役場に水道発出所を設置しているのみ。他の金融機関も損益にはなく、郵便局及び簡易郵便局の貯金窓口のみとなっている。一下はすでに廃校となった小中学校である。村内に高等学校はないため、大半の生徒が学区である、鹿児島学区へ進学する。特例として県内は、すべての県立高校が受験可能。ただし、 三回留学生は除く。各党に数件ずつ民宿があるが、受け入れられる人数に限りがあるため、あらかじめ予約が必要。一部の島に商店や販売所があるものの、必要な物資をすべて賄えるほどではない。そのため、生活共同組合やインターネット等を利用した購入が多く行われている。村営船、フェリーと島にが週2回、 鹿児島港との間を往復している、多客機や、村内事業がある場合は水曜日出港が追加され、週3回になることもある。鹿児島港を出ると、口の島、中之島、平島、諏訪の瀬島、悪石島、小宝島、宝島の各有人島に立ち寄り、奄美大島のなぜ港から折り返し運航をする。2013年6月までは、一便はなぜ港を往復。 もう一便は、宝島往復という運行方法であったが、村民の強い要望などもあり、同年7月1日からは、全便が、なぜこう往復となった。全便が、なぜこう往復になる利点は、奄見市等での買い物や、病院受診などの機会が、これまで以上に増えることや、奄見空港の航空便等との乗り継ぎがしやすくなる、点にある。なお、ドック大アジは、三島送迎線。 三島が大戦となる。現在は各島の港湾設備が整備され比較的安易に接岸することができるようになったが、かつては橋家を使って人や荷物を受け渡ししていたため、敷家の時などは立ち寄れないことがたびたびあった。なお、ガジャ島が集団移転を余儀なくされた理由の一つに、この橋家作業従事者の不足、移住前はわずか3名による生活困窮もあった。 諏訪之瀬島に場外離着陸場の諏訪之瀬島飛行場がある。1983年頃まで日本内外造空によって鹿児島空港との間にブリテンローマンアイランダーによる不定期便が1日1便運航していたが現在は航空路線はない。枕崎飛行場が運用されていた当時は東和航空のセスナ機による不定期運航が行われていたが 枕崎飛行場の早港などに伴い、東和航空も解散したため現在はない。ただし予約すれば、鹿児島空港から新日本航空の小型機によるチャーター運航も可能である。島内にはバスやタクシーなどの公共交通機関がないため、村民はもっぱら自前で移動手段を整えている。郵便番号は、村内全域が891から5、 XXX、鹿児島中央郵便局である。郵便局については、以下の各局があるが、いずれも、ゆうちょ銀行 ATM は設置されていない。なお、口の島、中の島、宝島各局は民営化前は、周廃局であったが、先立つ2007年3月12日以降は、無周廃局となり、周廃局は、鹿児島中央郵便局、鹿児島市に変更された。 2017年まで、口の島、中の島、宝島以外の島には郵便局がなく、それらの島民は預金の出し入れに不便を強いられてきたが、2017年から2018年の2年間にかけて村の事業で簡易郵便局を整備するになり、全島に郵便局が設置される見通しとなった。市外局番は村内全域が09912である。 上記の市外局番相互間の通話は単位料金区域中野島 MA であり市内通話扱いとなるほか各党から鹿児島市及び県内離島への通話0997及び09913、09969は特例により隣接区域扱いとなる収容局は中野島局、悪石島局、宝島局である携帯電話については NTT ドコモとソフトバンクがサービスを提供している。2016年3月現在。総務省の地域、情報通信基盤整備推進交付金事業を活用し、村が通信事業者となって環境を整備。2010年12月1日から無線アクセス方式による24時間定額インターネット接続サービスが開始され、一般家庭では、 おおむね1ガ b p s から3ガ b p s での通信が可能となっている。サービスの提供プロバイダーは、鹿児島市に本社を置くシナップスである。鹿児島県を放送、放送対象地域とする県域放送のうち、テレビ放送は中野島中継局及びなぜ中継局を受信することにより、全東で全チャンネルの視聴が可能であり、 受信障害対策中継放送も行われている。また、ラジオ放送は、FM 鹿児島以外の聴取が可能である。中野島中継局は、南種中継局からの電波を中継しており、村内への放送のほか奄美大島以南の地域へ電波を中継する役割も担っている。中野島中継局となぜ中継局の距離は、約 170km あり、 地上波放送の中継距離としては全国的に見て比較的長距離である。村に初めて発電設備が導入されたのは中野島で1952年のことである。当初は1日8時間のみの送電であったが、1956年の水力発電開始以降は24時間送電となった。1979年、小宝島が24時間送電となり、 全灯の24時間送電が実現した。なお発電は全灯を吸収電力が受け持ち、機関は火力発電、内燃力発電である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。